こんにちは。3月25日火曜日午後の FX フラッシュです。 Forex TV ジャパンの高畑がお送りします。平日のこの時間は今日一日の東京マーケットの値動きと為替の今後の動向を読み解く上で材料となるトピックについて解説します。それではまず今日の東京市場の主要通貨の動きからです。ドル円、ユーロドル、ユーロ円、ポンド円はご覧のレンジで動いています。午前は一時小幅にドル買い圧力が強まりましたが、午後は特に目立った動きはないようです。ユーロドル、ユーロ円は小幅にもみ合っており、ドル円は再び100円ちょうど近辺まで下落しています。ポンドは円に対して売られています。今日は為替介入と実効為替レートから見た介入の可能性について解説したいと思います。今回のドル円相場の下落はアメリカが抱える問題が発端となって下落しています。ここが今までの円高局面と大きく異なっている点です。現在は2005年の大規模介入があったドル円相場水準よりもかなり円高となり、市場参加者の間では為替介入を警戒する動きもあります。しかし当局者からのコメントを聞く限りではまだ現実味がないように思います。その理由の一つには、今回はドル安ではありますが円自体も総合的に見ると円安水準にあるからです。どの程度円安なのかは日銀が公表している実効為替レートで見てみましょう。金融当局が介入を実施する際に重視しているレートに実効為替レートというものがあります。これはドル円相場のような二通貨間の交換レートではなく、円にとって貿易上関わりの大きい15カ国程度の国の為替相場を貿易額に応じて加重平均して算出したレートです。具体的には1973年の円の価値を100として、それと比べてどの程度上昇あるいは下落したかを見るインデックスです。これによれば過去の円高局面で大規模介入が実施された時のレートはご覧のようになります。80円台をつけた95年の実効為替レートは 165.5、 最近の介入では2004年のドル円相場が105円だった時に124円をつけています。そして現在2008年の2月の103円をつけた時点での実効為替レートは 99.5 です。これは1973年の基準時点以下の円安水準にあることがわかります。ちなみに FRB アメリカ連邦準備制度理事会のドル売り介入を体験した1998年8月はドル円相場は140円を超えた超円安ドル高水準でしたが、この時でも 110.1 です。つまり対ドルでは円高に見えている今の円相場の水準は円買い介入を実施した98年当時よりも主要通貨全体で見ればまだ円安にあることがわかります。今回のドル安の根本原因がアメリカの信用問題や景気後退懸念にある限り、それが解決されるまではドルの反転は難しいように思います。なので今回の円高はまだ当局が介入に踏み切るには時間がかかることが予想されます。ドル安円高の流れはまだ続きそうです。以上、午後の FX フラッシュを終わります。この後 PM テクニカル分析は夕方6時頃よりお送りします。